ゆくきち TV エピデイ、ハロー YouTube。 はい、今日皆さんにご紹介するのはフレンチトースト風アイスバー。何これって話じゃね。まあ説明は書いてあるわな。パイを混ぜ込んでフレンチトーストをイメージしたアイス。だちょっとサクサクしてるだね。メープルソース。フレッシュ、フレンチトーストの耳をイメージしたアイス。まあ、ちょっと頑張って工夫してるだね。美味しそうじゃん。美味しそうじゃねえか。DMM。こういうことね。まあ、模様になってるってことか、フレンチトースト風。ああ、まあ考えてるわな。いいんじゃない？行ってみましょう。おいしい。美味しいね。うん。うんうんうん。なんだろう。とても美味しい。二度は買わない。美味しいんだけどね。まあまあ、とても美味しいという、とにかく感想。一番言いたいのは、かじるバターアイス。ちょっとなんか流行ってなかった？僕あれすごい普通だったの。あれよりよっぽどうめえ。うん。僕からすると。これが流行る方が納得いく。かじるバターアイス僕普通っちゃ普通。うん。大して惜しくもなかったイメージだけどね。っていうね。うん、まあまあまあ、うん、うん、気が向いたらもう一回買うかもってぐらいうまい、うまいわ、うん、かじるバターアイスは大したことない。なんか言うんだって話だけど、アイス総選挙投票率もっと増やさないといけないから選挙に行ってね。